今日はとりあえず朝一から稼働して、ちょっとあの年長のチェックしてたんですけども、割とアイドリングも安定して走るようになりました。ちょっとエアクリの、まあ、差し込む形みたいな方向みたいなのもパーツリスト見ながらあのちょっと調整して、まあ、エアクリであんなに違うんかなっていう感じですね。エアクリは別にそんなに濡れてはなかったし、オイルが塗りすぎてるってこともなかったですね。ということでちょっと初めてのガソリン給油行ってみたいと思います。一発指導いきます。一発指導ね、一発指導。アイドリングも見てください、安定してます。ちょっと軽くツーリング行きましょうか。一速、二速、三速で、3速で40ぐらいまで引っ張れるんですよ。で、これで4速で当てたら40からさらに加速して今45、50ぐらいでしょ。まあ、ギリギリ50いってないかなっていう感じですね。まあ50、だから3速でどこまで引っ張るかなんですよね。3速でグーンって引っ張れてたらまあそのぐらいいけるというか。でこういう、はいはい。ただちょっと難点が慣れてないのか、一番後ろまで戻して、まあ今こうなんですけど、ニュートラルの入れ方がちょっとわからんというか、どこがニュートラルなんでしょうね、っていうね。わかんないです、ニュートラルが。今ここで、これ入ってないな、これ一足か。ん？これ一足やな。まあとりあえず吹けるようになって安定してきてんで、それはこう、現状、これが 100%。 あ、今ニュートラル入った。不問や。不問だ。でもニュートラルランプはね、ついてないんですよね。ついてんのかついてないのかよくわからないという。そこはちょっと、5、1、2、3で引っ張る、4って感じかな。ここ曲がったことないから曲がってみようかな。ここ何これ、ここ何これ、ここちょっと入ってみよう。おお、何これ、不思議なとこ初めて来た。止まれ。あ、ニュートラル、こういう時ニュートラル入る、こういう時ニュートラル入る。余計な時ニュートラル入るんですよね、今みたいにどうでもいい時に。ここどこや、ダイハツのとこや。またニュートラル入った。もうね、関係ない時ニュートラル入るな。ちょっとその辺は乗り方マスターしたいと思います。でもなんかまあまあ使えてますね。3、4、まあ原付きって感じですね。でも楽しいっすよ、ちゃんと走るんですね。はい、ウィンカー出しました。怖っ。カーブ怖っ。カーブめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。カーブ怖っ。ウィンカーが慣れないな。
どうなんやろ、ダックスの正解って 何キロぐらいですか。誰か教えてほしい。どのぐらいのスピードが正解かが全然わからないから。で、止まります。一番後ろを踏むでしょね。ほんならニュートラルに入ってるかどうかわかんないと。なんでわかれへん、わかれへんなあ。あ、入った、カチンって言った。で、これ左に曲がるから、遅っ、2速入ってたかな。とりあえず壊れずには動いてますね。できました。なんかもっと走ってたのにな。パワーがなくなってきました。なぜ？なぜなぜ？おお、カーブは普通に曲がれましたね。なんかパワフルじゃなくなったの。さっきのがパワフルやったけどな。どうなんでしょう、微調整がいるんでしょうか。でもまあ普通に走ってはいますね。普通に走ってます。あ、止まった、やば、あ、俺やばい、止まった。ニュートラルが分かれ、難儀やな。よし、こうなったら困るな。エンジンかけない、エンジンかけない。よし、よし、かかった。1 2 3 4。カーブは意外に回りますね。カーブは意外に回る。よし、ちょっとライト系直さな。めんどくさいな、めんどくさい。せっかく綺麗についたの。ウインカーはな、大丈夫やな。ニュートラルどこやねん。ここか。じゃあウインカーは OK で、ライトも、ライトも光るんだな。リアか、効かないっすね。アイドリングは安定してますね。音こんなもんでいいんかな。もっと低い方がいいんすかね。ほら煙出てきた。こっから煙出てくるんですよ、ここ。このぐらい、なんかオイルの焦げてる匂いしますよね。うわ、やば、ほらやばいんちゃう、ほら煙出てきてるもん。とりあえずね、試運転はうまくいったけど、この辺ちょっと要チェックっていうことで、ライトもつかないし、ちょっと今日はまあでも走れたっていうかね、エンジンから煙が出るっていう件、また意見があったら教えてください。